皆さんこんにちは、CDH の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました、クロスボーダーチャンネルの担当の藤本光です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ソーシャルセキュリティ制度を10分で理解するということで、この本当に複雑な仕組みをですね、今日いろいろ考えをまとめましてですね、キーポイントだけを押さえればというところで、キーポイントっていうのは何なのかなっていうのをちょっとずっと午後考えていましてですね、この講義というかビデオにまとめました。永住権取得を今から考えていらっしゃる方、あるいはソーシャルセキュリティ制度自体をですね、もう手っ取り早く理解したいなという人に向けてですね、このビデオを作ってみました。よろしくお願いします。はい、まずですね、一番興味のあるところで、最高で、いくらもらえるのかっていう結構植物的なところからですね、ご説明させてあげたいと思います。こちらがリタイアメントの年齢に基づいた、2020年のですね、月額の最高金額っていうことに、なります。70歳っていうのはですね、いわゆる繰り下げっていうんでしょうかね、いわゆる受給を遅くした場合に2020年のレベルでの最高金額っていうのは月で$3,790もらいます。それから一番下のその62歳、これはいわゆる繰り上げですよね。繰り上げて早めにもらう人、この場合は2020年の最高受給金額っていうのは$2,265で、そこでですね、フルリタイアメントということで、まあ、今、だんだん67歳にですね、このフルリタイアメントエイジっていうのがなってるんですけれども、それは2020年のレベルで$3,011だっていうことなんです。もちろんこれは全員がですね、この金額もらえるってことは一切なくて、その人のいわゆるその働いてきた年数であったり、どのくらいの所得を上げていたのかっていうことで、決まってきますし、毎年少しずつ金額も変わっていくっていうことですね。毎年金額が変わっていくっていうのは、おそらくインフレーションっていうか物価上昇率に従ってこの数字っていうのが変わっていくんじゃないかなっていうふうに、思います。ちょっと脱線してしまいますけれども、例えば日本のようにですね、ほとんど物価が上がらない、インフレがないようなところでこのソーシャルセキュリティをもらうっていうことになると、もしアメリカのその物価が上がる状況になった場合はですね、このもらえる金額っていうのが、住んでるところの物価は上がらないんだけども、実際もらう金額っていうのは毎年増えていくっていうような、そういうラッキーなことになるかもしれません。その次にですね、じゃあ藤本さん、どうしたらこれもらえるようになるんですかっていうことで、4つのポイントがございます。1つはですね、これ米国で働いてソーシャルセキュリティ税、ソーシャルセキュリティタックスを支払わなければいけないわけです。このソーシャルセキュリティタックスっていうのはですね、従業員の場合は給料から天引きされて、それから もし個人の事業主の場合はですね、セルフエンプロイメントタックスって言うんですけども、自分でですね、雇用主の分も自分の分もまとめて、まあ、大体 15% をちょっと超えるんですけれども、その金額を払うということになります。それでですね、今度クレジットっていうコンセプトがありまして、2020年のレベルではですね、その$1,410の所得を得ますとですね、それ1クレジットとなります。それでもう一つ、今度は年間で最大で4クレジットが取得できるわけです。つまり1年間でいっぱい稼いだんで10クレジット取れた、そういうことじゃなくて、年間で4クレジットしか取れません。それでソーシャルセキュリティのルールとしてはですね、これがトータルで通算で40クレジット、つまり、まあ、通算でですね、10年間貯まれば受給資格ができるということです。でここでだからキーのポイントっていうのはやっぱり40クレジットっていうことが重要なんじゃないかなと思います。もちろんですね、数多くの方っていうのは30年働いたり40年働いたりする人がたくさんいるわけでございまして、そういう方は
この40クレジットの4倍とかですね、3倍を簡単に稼いでしまうことができると。そういうことです。で、最後にですね、今度は何がもらえるのかっていうところをこう理解していただきたいんです。一番こうイメージしやすいのは、リタイアメントエイジになった時にもらい始める。つまりそれがこの一番上のですね、老齢年金言われるものです。これですね、老齢年金。で、先ほどもちょっと話しましたけども、62歳になればもらえるようになります。もちろん40クレジットね、40クレジットを獲得しているということの前提でございます。でその次にですね、配偶者の年金っていう、いわゆるスパウザルベネフィットって言いますか、それがございます。これは最高で 50%、 つまり本人が多くの場合旦那さんっていうケースが多いんじゃないかなと思うんですけども、旦那さんがもらう老齢年金の 50% まで配偶者の年金としてもらうことができるということです。これ同時にもらえますので、それがまず配偶者の年金。それから子どもの年金というのも実はあるんです。これは、ソーシャルセキュリティをですね、もらい始めた時に若い、年齢制限が当然あるわけですけれども、まだ養わなければいけないような子どもがいる場合は、その子どもたちにも年金が出ます。いいでしょうか。それからですね、その次に今度は遺族年金っていうのがございます。こちらはそのこの老齢年金をもらっていらっしゃる方が万が一お亡くなりになった場合に、このスパウスですね、スパウスの方5割、最高5割までもらっていた、配偶者年金をもらっていた方が遺族年金として今度は、お亡くなりになった方がもらっていた金額をそのまま引き継ぐような形で、年金を受け取ることができるということです。で、その次にですね、死亡一時金っていうのがございまして、こちらは死亡されると、ですね、現時点では255ドルの金額がお支払いされます。はい。で、最後にですね、障害者年金っていうのがございまして、これは、62歳にならなくてもですね、何らかのこう病気であったり障害を持ったりしてですね、仕事ができない方のためにですね、この障害者年金っていうのがございます。このようにそのソーシャルセキュリティっていうのはですね、ただ単にこうリタイアメントベネフィットっていうだけではなくてですね、ここに書いてありますトータルで5つの種類の年金が、家族がもらったり、奥様がもらったり、障害者になったらもらったりとかですね、そういう形でもらえるものがですね、このソーシャルセキュリティのベネフィットということになります。じゃあですね、今までお話ししたことをちょっとケーススタディっていうことで、一緒にですね、考えてみたいなと思います。この場合のケースっていうのはちょっと遅くですね、50代になられてから子供さんが、できてですね、父親になったと仮定しますね、父親になったと仮定します。それで66歳にこの方がなりました。そうするともちろん62歳以降でもいいんですけれども、ソーシャルセキュリティの申請をします。で、この方の奥様っていうのは、配偶者ですね、無職で今までいらっしゃった。つまり、この奥様自体は、ソーシャルセキュリティタックスをお支払いになっていらっしゃらなかったっていうふうに仮定しましょう。で、この場合にどんなことがまず起きるのかということですけれども、まずですね、この、66歳でソーシャルセキュリティの申請をしているときには、子供はですね、まだ未成年、ちょっとですね、今 何歳以下っていうのは正確には覚えてないので大変申し訳ないんですけども、16歳とか14歳とかですね、12歳とかって、じゃあ、こういうふうに仮定しましょうか。そうした場合はですね、
この子供たちもいわゆる子供の年金というのがもらえるわけです。ね、いいですよね。リタイアメントにな、エイジになってそのベネフィットをもらい始めた時に、子供まだ扶養をしている子供がいる場合は子供年金がもらえます。それからですね、配偶者の方、こちらも配偶者の、年金ということで、ご本人はソーシャルセキュリティのタックスをお支払いになっていなくてもですね、up to 50% のこのベネフィットがもらえるということです。そうしますと、今度は本人も、当然 100% もらってるわけですから、本人がもらって、配偶者がもらって、子供たちももちろんある一定の年齢になるまでベネフィットをもらうということができる。これがこのケースの、最初の、ステップというか、最初のステージでの受給ということになります。それで、最後にちょっと悲しい過程ですけれども、ご本人が70歳で、死亡した場合はですね、こちらの配偶者の方が、覚えてらっしゃるでしょうか、遺族年金、遺族というものに、配偶者年金から切り替わってですね、今度はご本人に代わってこの遺族年金を、いろんなケースがあるので、全て 100% ということにはならないと思いますけれども、 100% と、仮定しますと 100% をもらい続けることができるということです。この時点ではもう子どもさんは成人されていて、子ども年金というのはもうここでなくなっているということです。ですね、これが非常に簡単なあのケースなんですが、この流れというか、をこう分かっていただきたいなと思いまして、このケースを作ってみました。よろしいでしょうか。こちらの方がですね、私どものディスクレーマーになります。それから CDH なんですけれども、私が勤務させていただいている、素晴らしい事務所なんですけれども、5つのオフィスがありまして、シカゴに2つ、ニューヨーク、ミルウォーキー、名古屋にございます。会計監査、税務申告、個人も法人もやっています。会計のアウトソーシング、それから会計ソフトウェア、人事コンサルティング、ペイロールのプロセッシングなどもやっております。大体95名ぐらい、おりまして、うち日本人が25名、ございます。で、最後のところにございますのが私どものウェブサイトです。で、今度は私自身の、紹介なんですけれども、公認会計士というのがもちろん本業でございますけれども、いろんな学校に行ったりとかですね、いろんな勉強したりするのが、ちょっと趣味的なところもございますけれども、永住者の方の税金ですね、税金を中心にしたその他の分野でのお手伝いっていうのをしようということで、一生懸命ですね、今こういうビデオを作ったりとか記事を書いたりとかしておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで、今日はソーシャルセキュリティの基礎知識というか、基礎コースということで、非常に基礎的な部分というのを分かりやすいようにご説明させていただきました。今後もよろしくお願いします。それでは失礼します。どうも。